ビザはこんなもん協力したらうちらの業界の秩序が乱れるということで、全く協力してませんが、ね、アップルがアップルカードって出しましたけど、ゴールドマンサックスという投資銀行、通常は B2B、法人向けの営業しかやらないところが、アップルと組んでアップルカードを立ち上げました。ビザはこんなもん協力したらうちらの業界の秩序が乱れるということで、全く協力してませんが、アップルカード、これ、クレジットカード番号も名前も、有効期限も何も書いてないです。書かなくてもいいんですよ。その番号を読み取って、ネットとかにカチャカチャやったりとかして、不正の温床になってしまうので、そういうことをやらなくていいっていうのがアップルカードの発明なんですけど、まあ、アップルカードだったりとか、QR コード決済、PayPay とかですね、LINE Pay みたいなものが出てきたんで、これでも、これも全てがスマホが変えた世界なんですよ。スマホがあるから QR コードだって毎回毎回ワンタイムのパスワードを見せられる、コードを見せられるし、ネットと繋いでリアルタイムに決済できるしっていうのはやっと出てきたからこそカード決済のネットワークを無視してね、無視してやっとリーズナブルなネット決済が実現できる世界が来たのかなというふうに思います。なので我々はこういった新しい、カード決済とか、その QR コード決済とかね、そういったものを積極的に導入していこうと。積極的に我々利用者であったり店舗が導入することによってキャッシュレスっていうのは広まって手数料も安くなって、まあカード会社も商売ですからね、全然儲かんないよっていうところはやっぱ手数料高くなりますよね。で、そういうのをやらないようにしようということで、もうちょっと勉強して、クレジットカード会社の歴史とかですね、そういうのを勉強して、いやーカード決済の手数料高いんだよ、だから入れねえんだよとかって怒っててもしょうがないということを、ここでお伝えしたいと思います。